こんにちは、即歌塾の久保です。今日紹介したいのはね、10月25日火曜日21時から、この覆面 YouTuber アカデミーを運営しているタカさんね。私とのやりとりの中では気になる男ということで、えー、キャッチボールをしてるんですけども、やっぱね、根性ありますよね。腰の入った動画作っていきます。しかも、全く顔出しをしてないんですが、顔出しをしている私と真逆の活動をしながらも、信頼関係はぐんぐん強まっていますね。 いや、このタカさんをね、この私の速果塾で紹介できるのは、ちょっと一つのね、まあ、運命だなと思うところもあって、というのが私もね、別に顔出しの動画ばっかりじゃなくて、顔出してない動画もあるわけですよ。ちなみに今、私顔出してませんよね。普段顔出してるから私の声と顔のイメージってあるかもしれませんけども、実際は内容のあるコンテンツだったら、発信者の顔や声なんてあまり関係ないんですよ。 で、多くの方が YouTube にたどり着いて問題解決をしたいとき、例えばお金の問題解決をしたい場合、どんな人が自分を稼がしてくれるのかってことは考えてみればね、どうでもいいことなんですよね。自分が稼げるんだったら、誰がそれを手伝ってくれてもいいよって感じなんですよ。でもできれば最初のとっかかりとして、顔が見えた方がいいよねっていうのは心理的にあるんじゃないかなと思います。ね、商売をするときって、名前も顔も出してやりますよね。隠れて、 やる商売そんな人にお金払いてるんですかってことなんですけどもでもどっこいね YouTube の世界だったら顔出しをせずに稼ぐ方法が尊重される場合も多いんですよだって皆さん副業する時にできれば自分のことをバレたくないなって思う気持ちあるんじゃないですかじゃあその道を作ってる人にその方法を学ぶことってとってもいいことだと思うんですよさあそこでね YouTube アカデミー 覆面 YouTube アカデミーということで、覆面レスラーみたいな方がね、タカさんがね、こうやって日々喋ってくれてるわけですけども、今ご覧いただいてるのが、覆面 YouTube アカデミーの、これメインサイトとなるポータルサイトなんですかね。こちらの方で、ほら、講義がありますよね。まずは Gmail を登録しようっていうところから始まっていって、YouTube にログインしようって書いてあったりとかね、アイコンを変更しようとか、様々なテクニカル的なことをずっと順を追って解説してくれてます。タイトルを見ると、 まあこれは自分はもうできてるからいいよみたいな飛ばしてもいいところっていうのが見えるんですごく効率的に YouTube で稼ぐ方法が学べると思うんですよ。でタカさん自身100万円っていう一つのね、えー、多くの方が目指している到達点を突破しているところもあって、えー、信頼できる方だと思います実績もあると思いますけども、あのー、結局ねまずは1万3万ぐらいの毎月の固定収入を増やしていきたいなっていう風な 近くにある目標について答えてくれるのもこの高さんなんですよ。で,ですんでね、あの、この高さに学んでいくと、最初は月収1万、2万、3万ぐらいからのプラス、そして徐々に5万、10万プラス、20万、30万プラスという形で、自分の力量とペースに合わせて自分の稼ぎを増やして、なおかつ生活時間も確保するような、そんな作り方をしてくれてますんで、え安心してついていけるんじゃないかなと思います。 え最後にね、私はこうやって10年間顔出し YouTuber として、まあ、金額奥にして稼いで今、隠居してるわけなんですけども、私の目から見ても、タカさんの稼ぎ方は信頼に足るものだと思います。で、今、この瞬間、私は YouTube の特に専門コンテンツをやっていませんので、ちょうどいいんじゃないですか、タカさんにご視聴いただいたら。で、今後なんですけども、私の速果塾のポータルサイトの中にも、タカさんからいただいたコンテンツをたまに紹介していこうと思います。もちろんね、 そちらのコンテンツの方で、はい、稼げますよ、サポート受けれますよってことは、私は十分保証できません。ですんでね、この機会によし、じゃあ来年は収入源をプラス一つ、毎月毎月3万5万10万ぐらいを狙っていこうかなと思うんだったら、これ YouTube アカデミー今参加してみたらいいんじゃないですか少なくとも問い合わせをして損はありません。その前の段階として、今夜のライブ放送、ぜひご参加ください。動画概要欄に URL つけておきます。それではお待ちしております。よろしくお願いします。